ここが東大陸の町か。オワーズラッシュとはまた違う雰囲気だが、匂ってくるんだよな、商売の匂いってやつがよ。どーれ、それじゃあ早速町を覗いてみるとすっか。
ありがとうさん。毎度す。ありがとう。困るんですよ。きっちり払ってもらわないと。ん？このお金は渡せない。それに税は払ったばっかりだ。ち、世間知らずのガキめ。ロックカンパニーの恩恵に預かっておきながら。ロックカンパニー？この町に住む者にとって税の支払いは絶対なのです。子供だろうと関係ない。渡すもんか。小さい弟たちが待ってんだ。痛い目を見たいようですね。よう、おっさん、その辺にしとけよ。感心しねえな、子供相手にカツアゲとはよ。ち、邪魔が入った。日を改めましょう。覚えておきなさい、ガキ、納税は絶対です。大丈夫か、坊主。その金自分で稼いだのか。大したもんだぜ。さ、行きな。ありがとう、黄色い兄ちゃん。見てましたよ、そこの方。謎の黄色コートの男、ロック社の税徴収を撃退。ピンときましたよ。あなた、いいネタになりそうですね。どれだ、あんた。おっと失礼、こういうものです。デルスタタイムス記者オリ。なんだこの四角い紙は。あんた変わってるな。目の前なんだ、口で言ってくれよ。それ名刺ですから。え、なにそれ。え、名刺ってのか。これ初めて見たぜ。俺がいたオワーズラッシュじゃ使われてなかったな。なんと、西にはない文化なんですね。あ、では新聞も。これ、うちの新聞です。よかったら一部どうぞ。ほう、これが新聞ってのか。東は進んでんだな。ありがとうさん、いろいろと勉強になるぜ。ところでさ、ロックカンパニーって何？それはもちろん、ロックブリリアント氏の会社です。おお、やっぱりロックのおやさんだったか。おやさん？ロックカンパニーは設立から8年で急速に拡大し、今や誰もが知る世界屈指の大企業となりました。
蒸気機関の普及によって。蒸気機関。あの話が現実になったのか。さすがおやっさんだぜ。食料、衣服などなど、町のすべてが頼りきりです。新聞の普及だって蒸気機関のおかげなんですよ。製造や流通の効率が一変し、まさに革命が起きたんです。おお、ロックブリリアント氏は今や世界一の大富豪ですよ。あれ、渋い顔。そんだけ儲かってりゃ町だって潤っていいはずだ。だが、なぜ貧しい奴らがいる？ここでは、蒸気機関の恩恵を受ける全てが課税対象です。貧困層からも容赦なく徴収がされます。ロックカンパニーには逆らう者はいませんから。よし、おやっさんに会いに行くか。ちょうど聞きてえこともあったしな。あなたは何者なんですか？おっと、こりゃ失礼したな。旅の商人、パルテティオだ。そいつは俺の名刺だぜ。銀コイン？いろいろとありがとさん。旅の商人パルテティオ、あの大富豪ロックに物申す。うんうん、私の勘に間違いはなさそうね。さあ、取材よ取材。毎度さん、ここがおやっさんの工場か。ここで蒸気機関ってやつを作ってんだろうな。でかい、でかすぎるぜ。もう一度検証してみよう。理論上はこれで燃焼効率が4倍以上になるはず。あとは高圧に耐えるボイラーさえあれば。おっと、大丈夫か？すみません、
つい考え事を。気をつけね。ああ、そうそう、あんた、ロックっておやっさんを知らねえか？ロック？社長ですか？あちらの本社にいらっしゃると思います。それでは、私は。ノイラーの発言は3倍、いや、4倍に。ありゃ、またどっかにぶつかるな。さてと、おやすさんは本社ね。お邪魔するとするか。失礼します、社長。税の徴収はおおむね順調に進んでおります。新たに労働税を増やしたおかげで税収も上がっております。ですが、まだまだ絞り取る余地がありそうです。そうか、この町をはじめブライトランド地方は蒸気機関によって変わった。だが、こんなものではない。蒸気機関は世界を変える。蒸気機関の量産さえできれば、世界中の産業が発展する。さすがです、社長。富とは正直なものだ。持つべきものが持たなければその進化は発揮されない。持つべきものが持ってこそ世は発展する。よう、俺は旅の商人パルテティオってもんだ。ロックのおやすさんに取り継いでもらえねえか？おやすさん、約束もなしですまねえが、俺の名前を言えば伝わるはずだ。そう言われましてもお通ししかねます。やれやれ、またあなたですか。ここの社長の昔馴染みだ。ちと話があってな。あいにくですが、社長は不在です。お引き取りを。いねえのか。なら仕方ねえな。手間取らせたな。これ取っといてくれ。なんだ、金庫。さてと、帰るとは言ってねえからな。おやすさんが戻るまでちと工場でも見学させてもらうか。
危機感。うっすね。蒸気だもんな。おやっさん、本当に時代を作っちまったんだな。こいつだけ他と違って見えるな。ん？なんだこの煙は。危ない！離れて！大丈夫ですか？その装置は改良中で。ああ、勝手して悪かった。あんたはさっきの。さて、お会いしたことはありましたっけ？いや、いいんだ。これ改良中って言ったよな。従来の蒸気機関は製造が難しく、とても時間がかかります。なので、量産できるような製造方法を研究しているんです。おお！量産できれば、世界中でたくさんのものを生産できます。物が増えれば、仕事も増える。はい。世界中のみんなが豊かになるんです。それが僕の夢です。最高だぜ、あんた。全面的に賛成だ。ありがとうございます。ただ課題がありまして、量産するにはコストを抑えなくてはなりません。でも品質まで落ちてしまうと、ボイラーの安全面に不安が。さっきみたいに爆発しちまうってことか。ええ、事故が多発するようでは普及にも歯止めがかかりますし。要するに安くて丈夫な素材がありゃいいんだろ。よし、そんなもん俺が調達してきてやるよ。本当ですか？あなたは一体。旅の商人パルテティオだ。あんたの夢、俺にも一枚かませてくれ。ボイラーの素材ね。ただの素材じゃダメなんだよな。安くて耐久性のある素材、武具屋でも当たってみるか。へへ、腕が鳴るぜ。ありがとうさん。邪魔するぜ。いらっしゃい。武器から防具まで何でも揃ってるよ。熱や衝撃に強い金属を探してるんだが、知らねえか。鉄よりもうんと強いやつが必要なんだが。鉄よりも強い？そんなのあったらとっくにうちはボロ儲けだ。だよな。他を当たってみるか。あ、ちょっと待ってくれ、兄ちゃん。こんなんでよけりゃいくらでも譲ってやれるが。黒くメタルって言ってな、熱を加えるほど硬度を増す金属だ。それこそ鉄よりも硬くなる。逆に常温では簡単に割れちまうから、武器や防具には使えねえけどな。鉄よりも軽いから時計の部品なんかにも使われてるぜ。熱を加えるほど硬度を増すか。
常に高温で稼働させるボイラーにはぴったりなんじゃ。試してみる価値はありそうだな。フロイド、こんな素材を見つけてきたぜ。これは？クロクメタルって金属でな、常温ではすぐ割れちまうんだが、熱を加えるほど硬度が増すらしい。常に高温なボイラーにはうってつけの素材じゃねえか。確かに。早速試してみましょう。ダメでした。ね、そうか。この金属、おっしゃる通り、いや、それ以上の硬度でした。ただ、加工が難しいんです。常温だとすぐ割れてしまう。で、熱を与えりゃ硬くなってびくともしねえ。ええ、そりゃ確かに盲点だった。すまねえフロイド。いえ、こちらこそ。ご期待に添えずすみません。くさ、いけると思ったんだけどな。やっぱ俺みたいな素人の思いつきじゃ無理があったか。けどよ、素人じゃなけりゃどうだ。クロクメタルの加工方法を知ってるクロートを連れてくりゃいいんだ。問題はそのクロートが誰かってことだが、時計職人なら
クロクメタルの扱いに詳しいはずだ。よっしゃ、そうと決まれば早速探してみるか。あんたがいれば100人力だ。クロクメタルの加工を頼んだぜ。フロイド、待たせたな。パルテティオさん、と…時計職人のじいさんだ。時計職人さん？クロクメタルは時計の材料としてよく使われてるらしい。ということは、この時計職人さんなら…ああ、クロクメタルを加工できる。ってわけで頼んだぜ、じいさん。クロクメタルの加工は温度の管理が大切でな。見ていなさい、コツさえつかめばすぐ加工できる。はい。
完成しましたよ、パルテティオさん。おお、おお、この製法なら蒸気機関の大量生産が可能です。世界中の幸せに近づいたってわけだ。僕の夢も一歩前進だ。パルテティオさんのおかげです。よっしゃ、完成を祝して一杯やるか。長かった。蒸気機関を発明したのは僕の師匠だったんです。僕らの故郷は炭鉱でしたが、石炭を取り尽くしてしまって、衰退する町を活気づけようと蒸気機関を考案しました。でも資金が少なく、研究は頓挫してしまったんです。そこにやってきたのがロックのおやさんか。あの方は恩人です。町に出資し僕らを雇ってくれて、それから8年、やっと理想を形にできました。フロイド言ってたよな、量産できれば世界中でたくさんのものを生産できる、世界中のみんなが豊かになるって。僕の故郷も、それに同じような境遇にある世界中の町も救えます。そうなれば蒸気機関を発明した師匠に報いることになる。やったな、フロイド。パルテティオさんの協力があってこそですよ。あ、いけない、そろそろ社長が工場にお見えの時間だ。おやすさんが？俺も行ってもいいか？もちろんです。僕は先に戻っていますね。話は通しておきますので、準備ができたらお越しください。姉ちゃん、勘定頼む。へへ、釣りはいいや、いい日だからな。Thank you.
完成した蒸気機関、確かにここにあったはずだが、どこ行っちまったんだ。フロイドもいねえみたいだし。おい貴様、そんなところで何をしている。ちょっと待ってくれ、話を聞いてくれ。問答無用、侵入者を排除する。ここでやる。私の番。イカズチよ、貫け。決まった。さて、ライフスティールダガー、行くぞ。サンダレフィリー、よっしゃ。おっ、出番か。行くぜ。チェスト、しゃ。お疲れさん。しまったな。だがなんか気な臭い。工場の奥に行ってみっか。
私の番。みんな、いい風来てるよ。行くぞ。デボンコ、ソラ、かかってきな。そこ、クライナ、いざ、せい、行くぜ、行くよ、炎、燃えろ、ごめんね、ありがとう。約束したじゃないですか。蒸気機関を貧しい町にまで広く普及させるってしたかもしれませんね。そんな口約束でも我が社との契約を忘れたのですか。研究資金を出す代わりに蒸気機関の権利を我が社が有する。ロックカンパニーは蒸気機関の独占権を得ているのです。改良型蒸気機関の完成を社長は喜ばれることでしょう。だが他社に使わせる気などつゆほどもありません。そんな。だから忘れることです。くだらない夢などね。くだらないなんて言わせない。この研究は世界中のみんなを豊かにできるんだ。技術は人を幸せにしてこそ価値のあるものなんだ。よく言ったフロイド、全面的に賛成するぜ。またあなたですか。部外者に用はありません。確かに俺は部外者だ。だがフロイドの友人として言わせてもらうぜ。人の夢を足げにするんじゃねえ。それが私欲のためならなおさらな。よくわかりましたよ。あなたは我が社にとって非常に都合の悪い人間らしい。だったらどうする。お
好じゃねえか。このガーネットは社長の愛犬です。我が社の邪魔者をことごとく追い払ってきました。へえ、そいつは大したワンコだ。バルテティアさん、逃げましょう。いや、逃げねえ。夢を忘れたのか。てめえの夢をつかむために戦うんだよ。さあ、来な。ワンコの相手だよ。さあ、盛り上げてこ。掃除する。神様、守って。ここからだ。これで終わりだ。こちらの番だな。これで終わりだ。行くよ。傷を癒したまえ。すまない、ソローネ。踊るわよ。火炎よ、焼き尽くせ。ここで行くぜ。ここからだ。よし、掃除する。蛇は素早いよ。傷を癒したまえ。ありがたい。デバンコ、傷を癒したまえ。すまない。あたしの番。雷鳴よ、とどろき響け。ありがとうさん、アグネア。やってやるぜ。チェスト。こっからだ。逆の舞。さあ、もらっとくよ。さあ、盛り上げてこ。いざ。行くぞ。さあ。光くん、ありがとう。いざ。掃除する。神様、守って。かかってきな。踊るわよ。雷鳴よ、とどろき響け。こちらの番だな。行くよ。盛り上げてこ。さあ、神様、
ぜ。チェスト、おれおれ。ありがとう、パルデティオ。よし、クライマックスよ。雷鳴よ、とどろき響け。行くよ。しっかりね。助かった。行くぞ。殿のために。これで終わりだ。こっからだ。お、毎度。出番か。いただき。さあ。メモメモ。こちらの番だな。ここからだ。いや。行くよ。火炎よ、焼き尽くせ。神様、守って。行くぜ。どっかしら。マジか。さあ、火炎よ、焼き尽くせ。くそ、手加減できねえぜ。踊るわよ。獅子の舞。行くよ。聖なる光。行くぞ。サンダレジリ。掃除する。私の番。こちらの番だな。やらせ。マジか。チェスト。おれおれ。いいもんは分け合わねえとな。くっ、青2歳がとことん邪魔なやつだ。それでどうするおつもりです。フロイドが言っただろう、蒸気機関をみんなで分け合うんだ。技術ってのはみんなを幸せにしてこそ価値があるもんだろ。変わらんな、パルテティオ。ようこそ我がロックカンパニーへ。久しぶりだな。会いに来たぜ。おお、ようやく私と働く気になったかね。いや、悪いが違う。あんたの時間は貴重だろうから単刀直入に行くぜ。おやっさん、俺たちを騙したのか。あんたが去った後、町は死にかけた。貧しさでな。義父が言ってたぜ。
契約書に文言を書き足したって。あんたがその契約書を交わした土地主だったんだろう。ああそうだ、私が君たちを騙した。私はいかなる手を使ってもあの銀鉱山が欲しかったのだ。おやさん、あんたは俺の憧れだった。だがいつからか道を踏み外したみてえだな。俺たちは商人だ。商談でケリをつけようぜ。蒸気機関の権利を売ってくれ。いい値で買い取るぜ。こいつ何を。面白い、話してみろ。こいつは素晴らしい技術だが、独り占めしちゃ泣いちまうぜ。商人にも金より大切なものがあるだろう。なんだ、人の幸せさ。価値あるものは分け合うべきだ。俺ならこいつを独占せず、世界中のみんなで分け合う。ロイド、だから俺はお前の夢に賛成してたんだ。パルテティアさん。変わらんな、パルテティア。面白い、その話乗ろう。社長。そう来なくちゃな。で、お代はいくらなんだ。800億リン。800億。むちゃくちゃだ。小国を動かせる額ですよ。君が言う皆の幸せを変えるのだ。高い代価ではないだろう。なるほど、さすがです社長。よし、決めた。受けて立つ。用意してやるぜ、800億。の商人同士、二言はねえな、おやっさん。無論、契約書を用意し。我が社は800億リーフにて蒸気機関の権利を売却する。確かに受け取ったぜ。契約成立だな、ファルテティオ。ではこれで失礼する。商談の山積みでね。おう、次に会うときは800億が土産だ。楽しみにしているぞ。聞いてましたよ、パルテティオさん。お、新聞よ。大富豪ロックブリリアント、旅の商人に喧嘩を売る。その額なんと800億リーフ。次回の新聞の一面はこれで決まりです。さあ、兄様にも伝えなきゃ。あんたどこにでも現れるな。しかし、
800億なんて金額、どうやって工面するんですか？勢いでああ言っちまったが、稼ぐしかねえだろう。地道な積み重ねは商売の基本だ。何百年かかるかわかりませんよ。耳寄りな情報があります、パルテティオさん。何？買うぜ、新聞屋。西大陸にロック氏に並ぶほどの資産を持つ貴族がいます。その名も大貴族アルロンド。西大陸のウェルグローブという町の大地主です。へえ、匂うな。いい商売ができそうだ。決めた。そのアルロンドに会いに行くぜ。俺の靴も磨いてくれるか？あ、黄色い兄ちゃん。よ、坊主。いい汗かいてんな。ほら、座って。ピカピカにするよ。へえ、いい仕事するな。弟たちを食わすためにずっとやってるからさ。その器用な手先がありゃ、いろんな仕事ができるぜ。なあ、なんか将来やりたいことはねえか？靴磨きも立派な仕事だが、ずっと続けるにはきついだろう。世界中を見て回りたい。俺、生まれてからここを出たことなくて、世界を見て回れるような、そんな仕事をしてみたい。いいじゃねえか。そいつはでけえ夢だ。さ、出来上がりだよ。ありがとな、坊主。これで胸張っていけるぜ。忘れるんじゃねえぞ、その夢。俺がいつか望む仕事ができる世の中にしてやる。だからちと待ってろ。
する。こっからだ。ふう。行くよ。踊るわよ。それだ。だっ。あたしの番。よし、つまずいたって踊り続けなきゃね。こちらの番だな。サンダレキ出番か。そら、クライナ素敵、ソローヌさん。イカズチを貫け。ごめんね。ありがとう。ここに。いざ、サンダレキ掃除する。ライフスティールだが、さすがだぜ、ソローネ。チスト、これは俺、いくよ。氷を切り裂け。ここからだ。いや。さあ、いや。行くよ。行くぜ。こちらの番だな。いや。とどめだ。富国の誇りとともに。Thank you.
出番か。いざ、サビダレジ。行くよ。みんな、いい風来てるよ。こっからだ。俺。掃除する。傷を癒したまえ。悪いな。ここからだ。撃ち抜く。今だ。よっしゃ。やってやるぜ。水が引き。踊るわよ。こちらの番だな。いや、うん、まだまだだ。こちらの番だな。足止めさせてもらう。ここからだ。サビダレキ。行くよ。火炎よ、焼き尽くせ。行くよ。ソウル、かかってきな。乱れ切り。商談成立。ライフスティールだが踊るわよ。メモメモ。行くぞ。俺が相手だ。行くぜ。
すんなよ。ソローネ、出番。ありがとうさん、アグネア。失礼しちゃう。やってやるよ、傷を癒したまえ。ありがとう。傷を癒したまえ。助かった。トロナ、踊るわよ。炎に燃えろ。よっしゃ、サンダレキリ。いざ。やらせ。いくよ。使って。ふぃ。掃除する。もらっとくよ。こっからだ。お、会心の槍。おととい来な。